大体、まあ、間は空いてるんですけど、6年ほど経ってます。で、まあ、直近でしたら3年半ほどは空いてるんですけども、その間で、もちろん、まあ、前の中井会長で、八木会長の2年がありまして、まあ、今に至るわけですけども、その3年半ほどで、まあ、僕も町衆のメンバーも変わってるということが分かりましたし、祭りの数も増えてる、また関わってる深さというのもかなり親密になって、祭りに対して、すごいみんなが熱く作り上げてるんだなというのが、まあ、ひしひしと感じています。で、私が町衆の会長を、まあ、させていただくにあたりまして、また大きな目標であるとかテーマとかというのはまだ全然、決めてない状態です。またあと、まあ、僕の後ろに支えてくれる三役の方々ともまだ声かけもまだの状態です。いかんせん僕自身がもう長い間いろんな団体で副というポジションが長かったもので、長というポジションは、まあ、今回町衆の会長というポジションが初めてに当たりますので、皆さんの力をもちろんお借りしなければ来年1年はまあ過ごせないと思ってますし、またこうした方がええでとか、こういうところに気を回さなあかんでというのも先輩方からもまたいろいろと教えていただきたいと思ってます。また、八木会長の今年大きなイベントでありましたインテルの分に関しましても、まあ、僕自身も何もサッカーにもまあ関わったことがない、まあ今までやったので、自分なりに来年のインテルという、まあ、大きなイベントをお手伝いも含めて関わっていけたらなと思ってます。また引き続き時のウィーク大きな祭りもあります。また各準備段階からでも毎週毎月のような皆さんの力もお借りしなければならないと思いますので、これからも八木会長にご指導ご支援いただいた分も負けないぐらいに私自身にもよろしくご指導願いたいと思っています。また私自身は皆さんの僕自身を知っている方はおられると思うんですけども、なかなか前に出て拳を上げて頑張るぞとか、みこしの上に乗って勢いをつけるというような、まあ、そういうタイプではないんですけども、自分なりに1年間走り切りたいなと思ってます。町衆の勢いをさらに高めるように頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。